オンです。はい、オンです。早く。してます、してます。チームの幸せです。緊張の一戦です、ね。1コート7試合目。大浦君たちは森吉対アジゴ。ロールなんか知らんけど、まあいいでしょう。1コート7試合目、森吉対アジゴの試合を開始します。これ勝たないと予選落ちだからね。これ小太郎さんが言ってます。だって僕らと当たるんだから。実況小太郎さんです。え、そこのリーグだってち。これあれ。あ、そうです。そうです。人に。俺らのパートじゃん、ここ。え、ってメタチルです、多くない？中井さんと拓也、俺らすば。すげえ。超短。いや、間違いない。超短。うわーい！いや、あれも作戦だね。落ちがけ。あれも作戦やね。いや、いいっすね。いい選択だと思いますよ。あ、12人。センターからのね。なるほど。センターからの攻撃はやっぱり効くと思います、私は。なんなら僕が助言してあげました。あー、葵ちゃん上がるよ。あー、かっこいいね。やるやん。でもやっぱしげさんに似てない？え、そうです。似てますよね。やっぱ似てるよ。やっぱ兄弟感ありますもん。いや、中井さんはですね、もう打点が下がりきってるから、ね、本当に。いや、中井さん絶頂期やばかったっけ、本当に。そう。パワどうぞ。中井さんマジでね、本当に素晴らしいよ。友江さんもさ、初心者なの。そう、大学からそのバレエをしだして、あんなに、やばいやばいやば、すごい。それはマジ知らんかった。えい、ね、リリコさんが可愛すぎてやばい。絶対てか、あの帽子熱い。あのペチャパイ、ペチャパイって言っちゃダメ。ミサミサに似てるって誰かが言ってました。あ、カッチャーだ、カッチャーがミサミサに似てるって言ってました。ナイス、ナイスだけ。あ、待って、アオイちゃんのレシーブの仕方好きかも、もさ、あの軽い感じ、こうなんかポンみたいな。いけー、大好き。そうですね、まあ真ん中から攻撃って言ったら、まあクロスのストレートも、まあいけるっちゃ、まあ、いけますけどですね。そんな見てましたよ。だって山じゃ上がらんかったさ、途中。めっちゃイレシーブしてた。うん、ダメやった、さっき。うわぁ、めっちゃ見られた。うん、勝った。いけ、しげ。そっか、しげか。しげもしげの。そう、しげもしげ。しげもしげなんですよ。葵ちゃんじゃないや。ジュラコートネームですね。リン、リンって呼んでます。リン、リンコ。リン頑張れよ。ボールです、ボールです。リン、ボールよ。リン、ボールよ。あ、リンがいいよ。いや、葵ちゃんがいい。あ、でも、葵ちゃんがいいですか。葵ちゃんがいい。葵顔やん。いや、葵って呼んだことないっていうレベルですね。しげのさ、妹も葵やん。かりんの妹も葵やん。あ、そう、言ってました。この前来ました。あ、ナイスアギア。いけい。はいはいはい。そうそう、だけ、ともやさんたちは、うん、誰、ともやさんだけかな。しばこも、あれよ、中学だけやけん。ゴリゴリやってないよ。え、しばこさん、やば。中井さんは、大堀でもゴリゴリやってて。うわぁ、うん、落ちた、今さ。え、大堀やったら、しんちゃんの先輩やん。そうそうそう。だけど、多分ね、あー、でも、中井さんの弟も大堀なんや、うん、それとも被ってないな、しんすか。ギリギリか、入れ違いぐらいかな。やった気がするけど。うわあ、え、待って、あれ被ってたらやっぱあれ竹下さんに見える。絶対熱い、絶対熱い、絶対熱い。え、マジ竹下さんに見える。竹下さんもあのあれのイメージしかないもん、ね、かぼちゃのイメージ。俺らが1年生の時ライトしようってたじゃん。どういうことですか、竹下さん。でもみんなから本業はレフトよみたいな。うん、その仲いい、うわあった、うわあ惜しい。仲いい先輩と組むために竹下さんライトに行って、その人レフトにしてたけど、ライトのイメージ強かったけどさ、もうレフトやん。うん、レフトレフト、すごいよ、何でもできるから。しゅんすけさんとさ、かっちゃんとさ、むらちゃんとさ、そこら辺同じ部類じゃない？わかる？身長低いけど、
レシーブできる、あうまい、ちょっとテクニックめっちゃあるみたいな。やっぱ各学年に一人ずつぐらいおるんかな。1年生やったらアモンじゃない？いやアモンないでしょ。違うかい。誰かな。あ、アモンさん来たよ、アモンさん来たよ。やばい、カメラが潰れた。すいません。すいません。なくていいから。あ、もうさ、帽子取り行かんば。なるほど、ほら持ってくる。あ、帽子持ってく、はい、帽子忘れ。あ、惜しいな。でもなんかもうどっちもチロいけん、どうすればいいかわからん。あ、うん、返そう。体が重そうやな。なんか今の葵さんの見すり方さ、配球の見すり方やな。いけ。あー惜しい。あありがとうございます。9対11でチェンコです。勝ってます。意外と接戦だね。さあ、赤井からどこで打つんでしょうか。やばい、センターですね。やばいぞ。オッケー、ラッキー。開いた、開いた。ちょっと待ったね。もうね、分からんけんね。え、でもダンス踊れてますよね。踊れてますよ。あの先週のノブノブめっちゃ可愛かったですかね。あ、これ。あれもね、マジこれのタイミングが分からん。あ、1回目の。なん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 。マジ分からん。なんでそこのタイミングやったの。いや、もうノブノブ流れてほしいですね。あれ、いっちゃ好きですよ。うわ、怖い怖い。見てもわかる。あ、今日冒険ネットあるね。ありますね。海に落ちなきゃ。ラスキー。わー、入ったんじゃない。あ、来てほしい。商品持っとうの忘れるもん。リュックやけん。うん、全然わからん。うわー、ナイスキーや。すげえ。日本や。あ、あとや。オッケー、ラッキー。ね、これ終わったらちょっと買ってくれんかなら。喉乾いた。ごめん。次試合やね。次の。え、次試合たかと。次試合？え？え、もう喉乾いた日なんで、高田変わって。高田変わって。お願い。
やばい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 、ね、手バレつっといて、リュックもらってくよ。あ、やばめちゃくちゃ映っとった。この時期12やけど、ごめん、いや、体すぎる。あら、そう、おい、じゃあゆりやったっけ。ゆりだ。ゆり情報はなんかあると、どこの子。え、近所じゃない。あ、東京は近所です。マリアと。ナイス。今日初やん、ね、はい、なんか水曜日に一回来たらしい。あ、そうなの。じゃあ俺は行ってない。自分も行ってないから初めて。そう、誰と思ったの最初。初。あら、15対16で負けました。さくやさんたち、僕に勝てなかった。お疲れ様です、はい、ですね。